おはようございます。ただいま11時半になるところです。これからお昼を食べに行きます。昨日、中華料理のハイフンテラスを予約しようとしたら、月曜日は自粛日となっており、利用できないとのこと。なので、テナント店舗である鉄板焼きレストラン、モンシェルトントンへ予約しました。それでは行ってきます。レストランはホテルの5階にあります。それでは入ってみましょう。12時予約申しますけれども、はい。ありがとうございます。真ん中の席に案内され、その日の客は私だけでした。メニューです。せっかくだからプリフレックスランチを注文。ホタテ貝と和牛サーロインをお願いしました。まずはビール。乾杯です。遊びに来た甲斐があります。調理の様子です。ニンニクを焼いています。手際いいですね。見るだけで楽しいものです。お通しが来ました。イカとシイタケと水菜のおひたしです。それではいただきます。ポン酢で浸してあり、少し酸味が強いですが、美味しいです。ね、うん、やっぱりコロナそれで小池知事の、はい、あの思いつきなのか何か分かんない酒略とか僕は思いつきだと思っちゃうんだけど、あの人のなんかお酒を出さないでくださいとか、はい、8時になったらネオンを消してくださいとかそうですね、そういうことばっかりやって、はい、医療体制をどうにかしろっていう考えはないのかと思う。同じことばっかり言ってるっていう感じがあって、あのニュースなんか見ても、はいはい、なんかさぞかしこういうとこね、あの居酒屋であったりとか、あの、まあ、こういうとこ、まあ、飲食店というのは大変なんだろうなと思ってね。だいぶ打撃を食らいました。ですよね。まあまあ、ワクチンが、ね、あのまあ、進めばもう感染も収まるとは思うんですけどね、はい、結構あの副作用とかがやっぱり気になってくるんですけど、そうですよね、ありますよね、はい、でも酒が解禁になったからってなんか90分までで、そんで、あの、あと2人までしかやめてくださいっていうのも、なんか気の毒だなと思って。でもお酒は、短時間でやっぱり、楽しめないじゃないですか。話すことが楽しさであったりとか。そうですよね、それがあるからね。まあ、それで、結局飛沫が飛んでどうのこうのってなるという理屈なんでしょうけど、前菜の鉄板焼きホタテです。見るからに美味しそうです。このホタテ昆布締めしてあるそうです。
それにより旨味が凝縮されます。右のポン酢か左の海藻バターでいただきます。そして野菜です。ナスが岡山県産でございまして、はい、アスパラの方が佐賀県産です。佐賀県、はー